はい、どうも皆さんこんにちは。今回はですね、輸入した子たちのその後撮っていきたいと思います。あんまり輸入動画伸びてないんですけれど、最近ちょっとね、変化がある子もいるので、ちょっとねそれを記録に載せていこうかなと思います。全く関係ない話ですが、最近マイクを買いました。若干声がクリアになってるかな。なんか聞き方変わったらぜひコメントください。最近ちょっとね、YouTube に少しずつね、投資しております。はい、ということで、輸入の話していきたいと思いますので、まあ、多分、輸入別に関係なくても、例えば、食虫植物祭り、前回の祭りで、まあ、ヘリアンフォラとか、ちょっと難易度の高い子買っては見たものの、ぶっちゃけどんぐらいで動くようになるのとか分かんなかったら、まあ、ぜひね、ちょっと見ていただけたらなと思います。環境が変わるとこんなにやられますよみたいなのもちょっとお見せできればと思いますので、そこら辺もね、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではね、早速輸入後の植物たちをご紹介したいと思います。はい、ということで、ちょっと外カメに切り替えますけど、うわ、めっちゃ綺麗。画面越しやばいっすねこれ。はい、あんまり最近お見せしてなかったヘリアンフォラコーナーです。で、これもうほとんどが輸入したものになりますね。まあ、ちょ、プルプラセンスとか、サラセニオイデスネブリナイとか、ミッキーとか、これね、これもネブリナイとか、それ以外は全部輸入した子になります。最近もう名前は覚えました。やっとね。肥満点質、致満点質、わからない。マクドとパルバの交配種かな。で、パルバレット。まあ、ちょっと後で話しますけれど、こんな感じ。で、これ、イオナシのエレガンス。マクドナルダエピロサ。略かな。覚えてねえんかい。ピロサとパルバの交配種。で、これセラセアヒスピラってやつですね。はい、まあざっとこんな感じなんですが、まあパッと見もう分かりましたかね。大体まあ輸入に限らずですけれど、まあかなり高湿度で育てられてるところから、例えばその今の視聴者さんのご自宅に届いた、もしくは買った場合って、まあ、結構こんな感じでね、なかなかダメになりますね最初は。うん、これしょうがない。何回も言うように、やっぱり環境の変化ってこの子たちにとってはめちゃくちゃストレスだし、なんならね、飛行機十何時間とか、そう、飛行機十何時間とか乗ってきて、で、しかも水苔で巻かれてるとはいえ、根っこを露出した状態で来るわけですよ。まあ、露出っていうか、まあ、その土に植わってない状態。それは植物ストレスなので、まあ、どうしてもこうやってダメージは出ちゃうんですよね。これとかも結構傷んできちゃいましたね。で、まあこれめちゃくちゃ焦ると思うんですよ。この後フラミンゴも見せますけれど、まあ今でこそちょっと私落ち着いてますけれど、輸入したての頃はかなりメンタルやられました。まあまあまあ、そんな感じでこういう風にやっぱり少し弱ってる子とかはね、枯れ葉出てきちゃうんですけれども、全然大丈夫ですよと。まあなんで大丈夫かって、だいたい2週間もしてくればね、これ、うちでできたピッチャー。まあ、ここまで最初から大きくないですよ。ちょっと先出てたけど、もうちょっとで開きそうな雰囲気ありますよね、これ。とか、これ、この新芽は、もう完全にうちに来てから出たもん。あれとかね。この子はね、一番調子悪い。一番調子悪いけど、最近この2つの筒だけは少し張りが出てきたというか、もうちょっとシュワシュワしてたんですけれど、やっと少しずつ水が吸えるようになってきたかなっていう感じです。片やちょっと汚くてごめんなさい。片やこのセラセアヒスピラってやつはね、もうめちゃくちゃ生育、これね、ちょっとマジで汚くてごめんなさい。これ新芽も出てきたし、枯れ葉もほぼゼロ。こんな調子のいい子もいたりします。うん、
だからまあ何が違うのって多分まあ根っこの量とか、まあ、すぐ水吸いできる子できない子とか、まあ、そういうのもいろいろあると思うんですけれど、一応ね、あの大量に入れたエリアンフォラたちは今のところロスを出すことなく元気に育ってくれております。まあヘリアンだけだと皆さんもなかなか見てくれないと思いますので、ヘリアン以外のね輸入した子たち見ていきたいと思うんですが、これクラッシフォリアっていう、まあ超絶難易度が高いらしいメキピンですね。ご覧の通り動いてきました。イエー。あの BCP の輸入の動画見てくれた方は結構入ってたなこの株って思ったかと思うんですけれど、今んとこね6分の5生きてます。これは枯れました。うん、まあ別に花から全部生きてるとは思ってもなかったので、全然むしろこんだけ生きてくれるのはかなりありがたいかな、上手に育てられてるなって感じがします。で、僕全然クラッシュフォリア感まだないんですけれど、やっぱり輸入したてって結構緑が強くなっちゃったりとか、なんか本来の色が出なかったりするので、まだまだ本領は出してないですが、ちょっとずつねこう成長点の部分がいい感じに動いてきたかなっていう感じはしております。これ輸入じゃないですけど、チェリーラディッシュさんで購入した、ヘニエピフィティカなんですが、この子はね比較的早い、もう1週間経ってないですけれど、まあまあもう動いてきたかなという感じ。この子は割と環境を合わせられたのかなっては思っています。あとこっちね、ハエ取りたち、ハエ取り輸入した子たちですね、ワーウルフのジャイアントワーウルフとか、フリルドワーウルフとか、バスターワーウルフとか、まあいろいろ変な名前のワーウルフたちを輸入したんですけれど、まあご覧の通りね、新芽がやっと動いてきたよと。あんなボロボロでも、BCP は1ヶ月経つのか？ちょっと後でテロップ入れときますけれど、まあ1ヶ月経たないぐらいか。で、もう動いてきましたね。なんなら結構特徴も出てんじゃねえかなっていう。はい。結構可愛い感じの捕虫葉が、それぞれ動いてきてしまったので、まあ、もうちょっと大きくなってきたらね、ぜひ誰かにお譲りしたいかなとは思っております。はい。でもあとはまあそうですね。株分けした後にすぐ購入しちゃうパターンって結構あると思うんですよ。おそらく食虫植物祭りのところでも、まあ、純化させてるとはいえ、少しこう分けたての子とかもいたと思うんですよね。たまに私もこうネットとか何かで購入した時に、植え替えようと思ったら、いや、これ分けたてやないかい、みたいな。根っこ全然ないじゃん、みたいな、植物を買ったことも何回かあります。でね、丁寧にこうコメント欄とかに書いておいていただければいいんですけど、まあ、書いてないパターンもあるので、まあ、そういうのはしょうがない。買ってしまったら、まあ、クレーム言ったってしょうがないので、もう根なしの状態で管理するしかないんですけれど。これはうちで株分けをして、1週間ぐらい？先週か。ぐらいだった気がする。あの、枯葉の動画撮った時のやつなんですけれども、これはもうね、葉っぱ開いてきたので、もう動き始めたかなっていう感じ。で、こういうちょっと動いてるかなっていうのは、なんとなく写真見れば分かるじゃないですか。こう、まず捕虫葉が開いてるって時点で、まあ少しは元気あるのかなって感じですし、周りの枯葉の量とか、成長点もこれなんとなく動いてるなみたいなのって、こう、なんでしょう。なんとなく分かるかなって思うので、まあしっかり写真を観察してからね、購入することをお勧めいたします。で、問題のフラミンゴですね。フラミンゴ。輸入して、まあ2週間、あ、違う、3週間ぐらい、1ヶ月ぐらいか、経った後の様子。こんな感じ。はい。まあ枯れてますよね。これめっちゃ怖いっすよね。まあ結構高い金出して、フラミンゴは買ったので、めっちゃ怖い。めっちゃ怖いと思うし、前回の食虫植物祭りでね、あのチェリーさんのフラミンゴを見た方は、え、こんなダサいのって思うかもしれないんですけれど、もうこれはね、あのしょうがない。あのフラミンゴってマジ純化の難易度 えげつないっすよ。
あの私な自画自賛って言われたらあれかもしれないですけど、あの結構頑張ってると思います私。これみんなうまくいくのかな、うん、なんか平気で全部枯らしそうなレベルで循環むずいっすけどねもう循環されてるやつですら育てるの難しいので、まあまあまあそれはさておき、まあ、パッと見枯れてるじゃないですか。じゃん、テレテレッテテーって効果音がと出てると思います。はい、新芽がやっと動いてきました。これを見たときはもう拍手大喝采ですね、本当にめちゃくちゃ嬉しかった。でまあ最初のね、入れてもう3日ですね、入れて3日でもう周りの葉っぱほぼ枯れるみたいな、でこう新しかった葉っぱたちも葉先の方から枯れていく、もうこんなのトラウマですよ、トラウマ。はい、めちゃくちゃ怖いけど、もう断固として触らない、もう絶対に置き場所変えないってずっとやってたら、無事ね新芽も動いてきてくれたので、本当に本当に良かったなと思っております。まだまだありますよ。はい、もうだいぶだいぶにぎわってきたヘリアンフォラコーナーですね。で、一応ヘリアンフォラの子たちも輸入した子中にはいるんですけれど、まあ、ほぼ元気ですね。ほぼ元気。やっぱりフラミンゴの話をしたい。はい。こんな感じ。どうすか？これ一番元気。一応2株割ってるんですけど、ちょっとね、ライトの関係であんま寄れないけど、新芽出てるのわかるかな？こうもう本当に、待ちに待ちわびた本当に嬉しい新芽が動いてくれました。あんなにね大きく見えてたのに、こんなちっちゃいっていうか、まあ全然でかいんですけれど、こんなサイズになってしまって、あのね本当にフラミンゴをねぶっ飛んでる難易度やばい生きてるだけで本当に私は嬉しいなと思ってます。一方で、まあ、全部が全部はうまくいきませんでしたと。はい、デカデカな株がね 2,3 個届いてたと思うんですけれど、残念ながらねもう1個の方は、まあ、ロスっちゃったかなって感じです。まあノーちゃん、まあほぼ多分ノーちゃんなんですけど、これここまで来ちゃうとね、まあワンチャンスあるかなっていうので一応タグ刺してますけれど、まああと1ヶ月ぐらいしてもう本当に何にもなくただ真っ黒になったら、まあ、捨てちゃいますねきっと。これはねちょっとね、もう根っこが一番少なかった子なんでしょうがない。あと、まあ、割とねラストパンチ、もう最後の一撃はね食虫植物祭りだったりするんですよね。あの食虫植物祭りの後皆さん大丈夫でした？あの日ね結構あったかかったんですよ。で温室内とか閉じ切りで行ったんで、私寒いかなと思って、うん、結構暑くて帰ってきたら30度ぐらいあったんですよね。しかもここいつもこうやって開けてるのに閉じ切りで行ってしまったので結構暑くて、出るまでは割と元気だ、元気っていうかギリ根元生きてたんですけれど、もう帰ってきたら完全にこんなになってて、うわやっちまったなーっていう、まあ生きてたというか、まあ、死んでもほぼこんな感じだったんですけど、まだちょっと緑があった。まあこれはねやばいですね。難易度をぶっ飛んでます。本当に異常です。普通のヘリアンフォラ、まあ、これブラックチェリーなんですけれど、もうね1週間もしてくれば動いてきます。多分輸入したやつでもね、うちでは、はい、なんですけども、この子たちは本当に異常、マジで難易度高いです。あとねこっちですね、ダーリングトニアの輸入した子たちは一応今のとこ全部元気に、このレッドアルパインかってぐらい紅葉してるんですけれど、今んとこ元気。浜田も元気。これですよ、これ。もうすごいみんなかっこいいって言ってくれて、私も大歓喜。スミロドンエドの後輩種ですね。AW さんの。これもね、輸入してもう、あれか、AW の輸入のタイミングなんで、まあ2週間も経ってない、10日ぐらいかなんですけれども、新芽動いてるし、みたいな。いや、元気やなと思いながら、
まあ割とね輸入後の調子も順調じゃないのかなっては思っております。はい、ということで今回は輸入した子たちのね今の様子っていうのを、まあフラミンゴメインで話しましたけど、お話しさせていただきました。でまあ最初に言った通り、これ輸入だけじゃなくて他の人から購入した、お祭りなんかで購入した、イベントで購入したって場合も同じことが言えて、やっぱり植え替えだとか、植え替えなくちゃってこれこの前買ったばっかりですけどもうチリチリになってきちゃったし、うん、場合があるんですよ。輸入より難しいんじゃねみたいなパターンもあったりするので、まあ、なんかそうですね、購入したばっかりの植物がうまくいかないのはもうしょうがないっていう割り切りも大事なのかなっていう話を伝えたかったです。どうしてもやっぱりうまくいかない子はうまくいかない、あの環境の変化ですぐダメになっちゃうと全然これどこでも適応できますみたいな、もうなんか最強の人材みたいな子もいたりするので、そこら辺はねちょっと様子を見て大事に大事にゆっくり順化させてあげたらなと思います。でコツなんですけれども、私フラミンゴもそうなんですけれど、だんだん光を鳴らすっていうやり方あるじゃないですか。で絶対その方が正しい、絶対その方が正しいんですけれど、私の場合は将来ここで育てるだろうって場所を決めたらそこで育てます。あの日陰とかどうとかじゃなくて、だから結構光量の強いところにフラミンゴを最初から置いて、まあこうやって枯らしたわけなんですけれど、枯らしてはいないか、その枯れ葉を作ったわけなんですけれど、これはね、私はあんまりおすすめはしないんですが、私流の循環をさせ方というのは、もううちの環境に、うちに来たんだからうちに慣れてくれっていう方法で、もう鳴らしたい環境で最初から育てるって感じです。本来ならきっとだん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 ね、こう光を強めていったりとか、水を切らさないようにとか、腰水ちょっとしてあげたりとか、いろいろやり方あると思うんですけれども、私はもうそれできませんっていうので、最初からこんな風に置いて、順化をさせちゃったりしております。はい、決していいとは思わないので、真似する方はちょっと要注意しながら真似していただけたらなと思います。はい、まあ、だらだら喋ったんですけれど、何が言いたいかというと、新しく植物を迎え入れたら、まあ、大体、1回目ちょっと枯れるよっていう話と、まあ、2週間もすれば動いてくるよっていうのが今回で伝わればいいなと思っております。ぜひ皆さんもね、購入した後ちょっと枯れ込んできちゃっても、焦らずゆっくり循環をさせてみてあげてください。今回の動画ちょっとでも面白いなと思っていただけたら、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、あとね、せっかくピンマイクも買ったので、マイクのなんか聞き応えみたいなのもねちょっと伝えていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。来週あたりから成長記録取り始めますけど、メリアンフォラたちはマジでめっちゃいい感じです。楽しみにしててください。はい、バイバイ。